こんにちは、みーです。はい、今日はね、ニキビ予防の知識をシェアしたいと思います。はい、私ね、小さい頃からニキビができやすいんですけど、今もニキビ跡見えますよね。皮膚科に通っていた時期があります。その時に皮膚科の先生に教わったことをシェアしたいと思います。はい、ということでレッツゴー。はい、まずね、1、クレンジングはジェルクレンジングを使うべし。はい、皆さんおそらくね、まあ、目元はねオイルでいいと思うんですよ。私もオイル使ってます。オイルクレンジングね、使われている方多いんじゃないでしょうか。肌にオイルクレンジングはニキビができやすい方は NG だそうです。その理由はね、毛穴が詰まりやすいからです。オイルクレンジングをね、普段から使われている方はぜひね、肌には負担がかかるので、ジェルクレンジング、肌はジェルクレンジングで、落ちにくいマスカラなどはオイルクレンジングということで、目元だけにオイル使うなどの工夫が必要です。ということで2つ目、ポイント2つ目、2つ目はファンデーションはパウダーファンデを使うべしです。はい、リキッドファンデね、使われている方多いと思うんですけど、私もね、ニキビ跡使うためにリキッドファンデ結構使ってます。でもね、たまにはパウダーファンデも使ってあげてください。リキッドファンデよりパウダーファンデーションの方が詰まりにくいです。毛穴までね、やっぱり液体リキッドだと毛穴まで入っていくんですけど、パウダーだとね、表面でポンポンポンって押さえる感じなので、そこまで詰まらない、リキッドに比べたら詰まらないそうです。はい、で、私がおすすめするジェルクレンジングはビオレの、あの緑のね、あのクレンジングです。わかりますか、緑のチューブ。ちょっと強烈の緑のクレンジングがあるんですけど、それがおすすめですね。ジェルクレンジングです。いや、私が今使っているのはちょっと緑のビオレの切らしていて、私が今使っているのはアルーゼさんの、ジェルクレンジングですね。ということで、今日は皮膚科の先生が教えるニキビ予防のポイントをお伝えしていきました。今日の動画いいねと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画まで、バイバーイ。他の動画も見てね。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。皮膚科の先生が教え